さあ4ピリ見ていきましょう。おエレベータースクリーン珍しい。10年前ぐらいに流行ったけどね、エレベータースクリーン。ただ形がいびつすぎてすぐバレちゃうな。そんなポジション取らなくない普通みたいな。これエレベーターやんみたいな。だから最近全然見なかったけど、エントリーで使ってきましたね。ワシントン、おー手で見えないよ。誰だお前。おっさんの手が今 PG ワシントンの3を阻んだんだけど。またライブリー。今日ライブリーアリウープ何本ミスってる？パスミスもあったけど、アリウープショットだけで3回ミスってるぞ。ディフェンスで取り返したいところ。ナイスチェック。うわぁ、ホルムグレンがちょっとデッドローに立つことが多くなってきたかな。だからリバウンドにも繋がってるし。今めっちゃ押されてるけど、ホルムグレンに。ファールはならないと。僕は今川焼きを食べております。あ、カイリー VS アーロンウィギンズで止めれるのか。止めれない。カイリーも別に俺だって攻めようと思えばいつでも攻めれるんだぜみたいなね、余裕を感じますけど、本当はやろうと思えばシェイぐらいやれるはずだからさ。でもそんなカイリーは特に今日はドンチッチを主体にしてるから、あまり攻めることないけど、うわー、でもやろうと思えばいつでもやれちゃうんですこの男。2本連続決めて点差を7点に広げる。さあまたスペインピック。ライブリーヘルプ。うー、カイリーがまさかの、カイリー。いやちょっとまた OKC 動きがなくなってきましたね。今度こそようやっとライブリーアリウープ決めて汚名返上。お、ナオミが久しぶりにドライブからレイアップ。ナオミグッディ、ああファール取られたんだ。いや今のはドウとか抱きついたのか、それともドンチッチが手絡ませてドウとか抱きついてるように見せかけたのか。やっぱその辺のね、やり合いもありますからね。でも分かんないよな、これ見えづらいよな、めっちゃ。うわー、外すんかーい。なんであんな今日ダンク決まらんの、マブス。シェイが今困惑してるジェスチャーしてましたね。ってことは今誰かが間違えてたのかもしれない、ゲームプランを。もしかして J リンが出過ぎだったとかなのかな。お、シェイあのステップバックもやたら好きで、しかも精度が高い。3点差。うわー、どうとその上で決めるんか、ドンチッチすごいな。あんなプレッシャーかけたらもう泣いちゃうけど俺。やっぱ体をぶつけるって本当大事だよな。ドンチッチは別にスピードもあるわけじゃないけど、でそんなにハンドリング能力もあるわけじゃないけど、どんなにプレッシャーあってもそれをいなすし、ね、バンプで正面から当たることもあるし。お、外す。あ、でもドートがリバウンド取る。ピックアンドポップ、スイッチ、キックアウト、ドートアタック、キックアウト、キャッチアンドドライブ。おえ、マブスグッディ。ライブリーがフリースロー。なぜハッカーライブリーされた？たまたま飛ばします。さあ、1本決めて。ん？やっぱ、ちょっと待って。あ、ハッカーライブリーしたのか。J リンがベンチを見ながら、いいのね。俺やっちゃっていいのね。みたいな。もうライブリーハックされるのかよ。いやー、ハック効いたね。1本しか決まらず、5点差。キックアウト？エクストラパス？だが、しかし。オフェンスでちゃんと決めれないとハックするの、ただ相手にシュート献上しただけになっちゃうから。さあここもハック。さあ連続ハックでございます。さっき1本外したから、まあ、これも1本決められても実質1回のオフェンスを防ぐことに成功したという見方もできますからね。ただオフェンスでやり返せる自信がないとハックする意味ないから、まあ、今の時間はオフェンスでやり返せるっていうディグノート自信もあるからやってるんだろうけど、まあ、さっきのはね、ターンオーバーになっちゃってるから、この後の、ライブリー2本ミス、完全にはまってる。これちょっとライブリー交代してギャフォード出すんじゃない？ワンチャン。これ以上相手にチャンスを与えて、また OKC ターンオーバーで、ハックされる前にもう攻め切っちゃおうと。ただこれも入らず、出て攻めすぎた。サナオミが J リーに渡して、J リーの3、決まらない。どうとかリバウンド取る。取られる。カイリーに渡る。カイリーがここも J リーがハックされる前に攻め切ろうとして、お互いやってやり返されての繰り返し。そんでもってティム・ハーが出ようとしてますね。さあここでハックされてるライブリーを交代。まあしゃあないね。これ以上狙われるわけにもいかなかったので。ああでもギャフォードも出てないから、 PJ ワシントン5番の時間帯、スモールボール、今日初めてのスモールボールじゃない。さあ DJJ とワシントンがどれだけゴール下を守れるか。シェイが DJJ 相手に一体仕掛けて、フェードウェイ決まらない。リバウンド取られるけど、セカンドオフェンス、またここもシェイがドリブルで相手をかわして、ホルムグレンがリバウンド取って決められる。さあ残り4分10秒。さあフリースロー1本決めて、うわちょっと感動すら覚えるレベルで DJJ がディフェンスうめえ、マジで。うわあ、ライブリー戻した。あー、逃げてる。逃げろ逃げろ。初めて見たわ。そんなことあるん？
人生で初めて見たかもしれん。ハックから逃げるライブリー、ホルムグレンがめっちゃしかもあ結局ファウルになったんこれやばおい、スポーツ変わっとるって、いつから鬼ごっこになったんだよバスケット。おかしいだろおいおかしいだろうわー、レナードさんスパチャありがとうございます。眠気覚ましにどうぞ。そのスパチャでもね目が覚めるし、ライブリーが逃げてるのにも目覚めたし今これで大丈夫そうだ、俺あと3分間は元気にやれるわこれね、チェットの追いかけた方も何あの砂浜をカップルがさイチャつく時のなんか待てーみたいな、あはははみたいな、もっとあるだろう。笑った、こんなシーンあったの今日これ会場笑い起きてない大丈夫で、結局これはハックになったんかな。今シュートまでね他の人言ってただろっていう、ライブリー逃げ切っただろって言ってんの、ライブリー逃げ切ったぞって、ラグか FPS でいうタイムラグか。いやまあこれはシュートよりも前にライブリーにファウルしてるような、してそうな気もしますね。まあ決めればいいんですよライブリーさん、何はともあれ。いやハイライトあるねこれ今年のプレーオフで、まあ、シャクティンフールナンバーワンかなとりあえず。おーライブリーレッツゴーここまでライブリーのフリースローを応援したこと人生で一度もないけど、レッツゴー。2本決めた、鼻かんでてリアクションできなかった。オッケー、もう逃げる必要ないじゃん、もう堂々とどうぞファウルしてくださいって、次はやってもいいんじゃない。ただ確か残り3分か2分切ると、2分だっけな、もうハックできなくなるから、確かテクニカル吹かれるんじゃなかったっけな、違ったっけ。でもハックはライブリーも、まああとやれて1回かってぐらいだと思いますが、ライブリーランニングシューターなの今の。確かにね、走り回ってねファールもらってフリースロー打ってるから、ある種新しいランニングシューターの形なのかもしれない。さあタイムアウト飛ばしましょう。ただお互い結構早いタイミングでタイムアウト使ってるから、あと2回ずつしかねタイムアウトないんだけど、その2回は残り40秒とか50秒ぐらいまで取っておきたいタイムアウトだから、まあ、このタイミングで OKC がタイムアウトっていうのは、まあ、少しネガティブなのかなっていう、まあ、これでちょっと OKC クラッチタイムまで行ったら勝ちやすくなるかなっていう感じはしますね。 PG ワシントンが27点、えぐいて。おアイザヤ・ジョー、おーそれ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 よ、俺の見たいものが今見れている、アイザヤ・ジョーのランニングか。やっぱねランニングシューター走らせてなんぼだから。待ってちょっと今もう一回10秒戻させて、ライブリー捕まったライブリー逃げたけど逃げ場がなかったか。おいてかカメラマン今の映せよ、絶対映すべきタイミングだろ今の。ああ映す、いやリプレイで見せてよ今 ライブリー逃げたの。ケースさん情報求む、ライブリーは2度目も逃げてましたが映像だと映らなかった。おーしライブリーフリースロー決めた、勝つぞこれ、これ次決めたらもう勝ちです。ちょっとマブスを勝ち確断言したい。来るか、うわー、はい、これでハックは無駄だったと。合計8本打たせて8分の5ですね。8分の5ならハック失敗でしょう。ライブリーのフリースロー連続4本インもあり、ライブリーああその上を打たれて、その上から決められてしまう。あさっきより逃げなかったんだもうどうぞしてくるならしてこいよっていう、まあ、それはそうよね、2本連続で決めたからさあスクリーンミスマッチを、いやーカイリーね今アイザイア・ジョーとミスマッチで1対1したかったんだけど、1対1の状況にならなかったね。ただ OKC がターンオーバーしてしまい再度5点差。いや今日マブス勝つぞこれ。うおーシェイフリースローもらうのうまい、さっきカイリーがもらえなかったようなフリースローのもらい方だけど。10秒スケープ、さあもう10秒、フリースロー2本決めて3点差。さあ1ゴールゲーム差になっている、残り2分。さあピック、もう簡単なシングルな、シンプルなシングルピック。ここはもうドンチッチはドートと1対1を選択して、ただドートのチェックが激しい、決まらない。残り1分40秒、さあシェイが1対1する、もう残りはずっとシェイが1対1するだけなんだろうけど、またドンチッチが大丈夫か、あっとヘルドボール、腰を強打。ただドンチッチには肉があるから大丈夫だと信じたい。腰を強打するドンチッチ、大丈夫なのか。こんな早くヘルドボールってなるんだね。まだルーズボールの最中だと思ったから、これはドートがボールをキープしたっていう風に見えるけど、これをジャンプボールにされちゃうのはちょっと辛いものがあるんじゃないさあ残り1分半、ゼガヒでもこのルーズボール取りたい、取れない、 OKC 取れない。さあこれであと攻めれるのが2回か3回、ゼガヒでも飛べたい、なるべくスイッチしない。ワシントン VS アイザイジョーミスマッチ、いやーワシントン決まらない。シェイがボールを持って、また得意のあの形のステップバック、いやーでもなんか攻め急いだな。まあ 3-4-2 狙いたかったのかな。でも3回攻めるために 3-4-2 狙って、ちょっと
タフショットにはなってしまったけど、あと2回は攻めれるよ。あと2回攻めれるけど、それでも決められると厳しい。決めてくるカイリー。さあ残り38秒、5点差だから何が何でも2回攻めないと。攻めれるのか。あと30秒でフィニッシュまでいけるんか。フィニッシュまではいけたけど、オフェンスここでオフェンスファール、ここでオフェンスファール。さあ10秒スキップ。あーなるほどね、シェイの肘がドンチッチの頭に顔に顔面に入ったっていう判定ですか。まあ、確かに今のオフェンス取られてもしょうがないですね。さあこれでファールゲームするしかなくなった OKC でございます。いやライブリーもフリースローにならないように交代してますね。まあ、スモールボールでフリースロー上手いやつらを並べて、さあダブルチームなるべくファールをせずに取れたらでかいが、うわー今取れそうだったけどね。さあ残り10秒、ホルムグレンファール獲得。さあタイムアウト飛ばして、タイムアウトじゃないフリースロー飛ばして、ちょっとリアクションできなかったけど、まさかのドンチッチが、ね、ターンオーバーになって、さあフリースロー2本決めないと。マストショット、オッケーオッケーオッケー。3点差。さあもう一回ターンオーバーを狙いながら、でも今度は本当に時間がなくなるから無理だと思ったらすぐファールしないと。さあファールにしてフリースロー飛ばしましょう。まあドンチッチは少なくとも1本は決めてくるでしょう。1本決めて4点差。フリースロー20秒スキップ。落ちて、あーわざと落としたんか。ちょっともう一回見ていい。フリースローでワンチャンわざと落とした説もあるぞ。さあ残り5秒、4、3、2、1。エアボール。ここで試合終了。マーブスがゲーム3この接戦を制して2勝1敗リードを奪う展開となりました。いやでもやっぱ前半からちょっとまあヒヤッとした部分はもうあったけど、それでもなんかこう、まあ、うまくマーブス戦えてるなっていうあの印象、それでもマーブスに肩持ちたいなっていうあの感じは間違ってなかったですね。